めちゃめちゃなんていうん、肉、お肉コーナーとかあるやん。お肉コーナーでパックに入ったお肉とかいろいろ並べられててさ、まあいろいろさ、やっぱできるだけ安いものが欲しかったり、どの肉がいいかな迷うのいいんやけど、なんか見た後のさやつをさガチャガチャにしていくおばはんがおってさ、マジで腹立ったわ。その人がめちゃくちゃさ物色しててさ、僕も後ろで待ってたやんか、その肉見たかったからそのおばはんが行った後の肉ガチャガチャなのよな、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ腹立った。でも直そうかなと思ったけどさ、あんまり僕も素手やから、なんかその買う気のないものを触らん方がいいかなと思って迷った。普通になんか本とかそういうもんやったら、なんかあとお菓子とか袋に入ってるもんとかやったらさ並び直すけど、きれいにするけど、なんかお肉って触ったらなんか痛みそうじゃん、言うてね。よし、だからどうしよっかな、結局そのままにしてきてしまったんやけど。なんでって感じじゃない？見たもんそこに戻すだけやで。なんであんなガチャガチャにする？なんかその人が見てたっていうのを知ってるやん、周りの人、周りの人見てるやん、周りの人を見てる前でさあんなガチャガチャにしてさ、そのままどっか行く神経がマジで分からへんねんけど、なんで？多少なんか人からの見られ方って気にならへん？あ、こっちガチャ落ちしちゃった。大丈夫か？パキュン！それがおはんか。ああ店員さんに言うのが、店員さんに言うの一番僕的に難易度高いんやけど一番難易度高いかも。あ、マジか、これやんか。頑張れ、エスブラ対決、ナイス勝利。ほんまに自分の手に取ったもんぐらいは元あった場所に戻して、ほんまにっていうかシンプルに気になる、ガチャガチャになってたら。なんか自分家のもんがさ、ガチャガチャでもあんま気にならんけど、なんか店のもんとかごちゃついてたら気になるあ、わかる。なんかその場所にあるはずのないものがあったりするのムカつくよな。なんでなんてなるよな。何故って。これほう
さあこれナイス玉貯めたら勝ちやん。あ、ちょっと早いかもちょっと早いかも。ナイスでー。よいしょ。あ、そうよ、これ一人おらんのやっけ。ナイスゲ、味方最強や。3人でも勝てます。指さしてんのいい。あ、ごっついいねー。ね、あの指さしてんのよくない。あれいつもらえるんやろ。